よし、君に決めた。ミハエル、今日こそこの大地をあなたの血で染めさせて。来るな寄るな、俺はもっと中長距離からの打ち合いを処方だ。待ってミハエル、私の弾を受け止めて。受け止めてたまるか、この変態女見しつけ。おかげでこっちは大迷惑だ。血は何色かしら。赤に決まってるだろうが、バカ野郎。私は野郎じゃないわよ。やれやれ、やっと終わったか。ご苦労様だ、ミハエル。相変わらず大変だな。とんでもない奴に見込まれてご愁傷様だ。そう思うならたまにはお前があのバカの相手をしてくれ、エント。そうしてやりたいのは山々だが、ロジーナがミハエルに囚人なんだから私の出る幕はない。完全に人事だと思ってやがるだろう。実際人事だし。ま、ミハエルがロジーナの相手をしてくれるおかげで我々は戦いに集中できるわ。ならなんで日没サスペンデッドで引き分けてんだよ。向こうの鋼の乙女はロジーナだけで、こっちは俺も含めて3人もいたんだぞ。俺の尊い自己犠牲を無駄にしやがって。いや、実は今回初対面の妙な鋼の乙女が出てきてな、私もフェイも今日はそいつら相手に思わぬ苦戦を強いられてしまったのだ。妙な鋼の乙女、双子の戦闘機タイプだ。ロジーナとは違う方向で、なんだこの人は。なんというか、ロジーナは厄介なタイプだが、あれは面倒なタイプだな。願わくば二度と戦場では顔を合わせたくないぞ、私は。いろいろな意味で疲れる相手だからな、あの人。よくわからねえが、東部先生はそういうやつばかりなのかよ。どうしてなのミハエル。どうして私じゃダメなの。振り向いてくれないの。要するに脈がないってことだろ。いい加減諦めたら、ロジーナ。クラレンス、アリス、私を慰めてくれるの。いや、単に面白そうだからからかいに来ただけ。そうなの、嬉しい。あの、だからからかいに来たって言ったんだけど、私はただミハエルに振り向いてほしいだけ、仲良くなりたいだけなのよ。いや、でもミハエルはドイツ軍だし、敵の乙女と仲良くなりたがるのはどうなんだろう。そういう障害を克服してこそ真の友情は育まれるものなのよ。わざわざそんな障害求めなくてもいいような。私があんなに情熱的にアプローチしてるのに、どうしていつも逃げるのかしら、ミハエル。いや、だから情熱的すぎるんだって。あんなに機銃操作しながら追いかけられたら誰だって逃げるってば。それくらいは常識で考えようよ。だって友情とは拳と拳でまず語り合ってこそ芽生えるものでしょ。私とミハエルは戦車タイプだから、拳の代わりに砲弾と銃弾を交えて語り合うのは当たり前なのよ。ええ、そうね、当たり前ね。うんうん。
なのにどうしてミハエルってば、私の思いに気づいてくれないの？いっそミハエルのことなんか忘れちゃえば？忘れる？ミハエルのこと？追いかけても振り向いてくれない相手なんか忘れちゃえ。友情が欲しいならもっといろんな乙女たちにもアプローチをかけてみたらどうだい、ロジーナ。ミハエルを忘れてアプローチ？そうよ、失恋した人が新しい恋を探すようにロジーナも新しい友情を探すのよ。そうそう、冷たいミハエルよりももっとロジーナに構ってくれる相手を見つけるんだ。そうね、そういうのもありかもね。ミハエルのことは忘れて新しい友情を探すのも。ありがとう、クラレンス、アリス。私、やってみるわ。新しい友情を探してみる。あなたたちってとってもいい人ね。新しい友情の前に古い友情すら始まってなかったのにね。この後ロジーナに迫られる乙女たち大迷惑だよね。素晴らしい、さすがは秘密図鑑。そろそろ彼女たちが戻ってくる頃だな。もう少し見ていたかったが、次の機会までのお楽しみにしておくか。